株式会社たちひホールディングス広報部の阿部明子です弊社は平成27年度から6年連続のスポーツ推進企業に認定いただいており昨年度は319社のうち10社のみという支援部門のモデル企業にも選んでいただきましたありがとうございますたちひグループのスポーツへの取り組みを歴史や理念と合わせてご紹介いたします 現在不動産事業を中心に展開している立日グループは飛行機の設計製作販売を目的として97年前に設立されました赤とんぼやはやぶさといった練習機戦闘機をおよそ1万機製造して立川市の経済発展に寄与してまいりました戦後は3機を製造した後事業を閉鎖 代わって所有する土地を活用した不動産賃貸業に徐々に移っていきます立川の中心地に位置する弊社所有の土地はおよそ東京ドーム21個分だいたい東京ディズニーランドとディズニーシーを合わせたぐらいの広さですこの広大な土地を私たちは社会的資本社会資本財と考えています 100年近くも長く事業を続けてこられたのはひとえに立川市と立川市の市民の皆様のおかげです立川の街をもっともっと盛り上げていこうというそういったプロジェクトを全社挙げて取り組んでいくというのが私たちの使命となりましたそのために不動産開発にも力を入れています例えばララポート立川立日のような商業施設 映画館、そしてスポーツ関連施設としてアリーナ立川立日、ドーム立川立日、立日ビーチ金田スイミングクラブ立川立日を作りましたスポーツは街の賑わいを増していくために不可欠なコンテンツでありまた立川で育つ子どもたちの笑顔と体力づくりにも貢献できると確信しています また昨年はグリーンスプリングスという複合施設をオープンいたしましたレストランショップオフィスや広場そして多機能音楽ホールの立川ステージガーデンと空のホテルという一つの街になっていてウェルビーイングをテーマに運営と管理もすべて立日グループで行っていますそんな立日グループは10年以上前から 始業5分前にラジオ体操第一を放送し全社内部活動も5つあり社員のコミュニケーション機会の増加及び健康の保持増進を目的に盛んに活動しています立川市が開催している立川ハーフマラソンには毎年特別協賛をして 大会のバックアップだけではなく、社員の参加も募集しています。また、ご覧のようなたくさんのプロスポーツへの協賛も積極的に行っています。弊社のアリーナ立川立飛、ドーム立川立飛、立飛ビーチを拠点とし。活躍する選手やチームをサポートしています。そして、大相撲立川立飛場所の開催。 テニストーナメンントト大会のの誘誘致致などスポーツイベントの誘致開催にも力を入れていますレ・パン・パシフィック・オープンテニストーナメント2018大会は大坂なおみ選手が全米オープンで優勝直後の凱旋試合だったため世界中からアリーナ立川立飛が注目された印象深い大会になりました昨年度からは現役のスポーツ選手を 当社グループの社員として採用することを開始しました就職後も安心して競技に専念してもらえるように職場環境に配慮しサポートしていますまた今年の夏に行われた東京オリンピック2020のフェンシング女子日本代表の江村美咲選手とは所属契約を交わしています2024年のパリオリンピックまでサポートすることを約束しました なおその東京オリンピック2020において立ち日グループは事前キャンプという形で協力をいたしましたその活動につきましては広報部の上わよりご説明させていただきます広報部の上わと申します、えー、私からは、えー、パンナムスポーツ交流プロジェクトについてご説明いたしますまずはじめににパンナムスポーツについて 簡単にご説明させていただきます正式名称はパン・アメリカン・スポーツ機構といいアメリカ大陸北中南米とカリブの41の国と地域のオリンピック委員会の集合組織を指します主な目的はスポーツの推進発展保護地域大会の開催ですちなみに同機構では4年に一度開催される総合競技大会 パンアメリカン競技大会略称パンナム・ゲームズを主催しております今回のプロジェクトは2018年にパン・アメリカン・スポーツ機構と弊社との間で締結したオリンピック事前キャンプの受け入れを行う覚書の締結と弊社を中心とした11の団体によるパンナム・スポーツ交流プロジェクト実行委員会の設立が発端となります。 実行委員会の設立の目的は立川市並びに多摩地域の市民との交流及び選手・コーチへのおもてなしをすることでしたプロジェクトの活動は弊社と同機構との調印締結後すぐに開始されたためキャンプが始まる3年以上前から行っていたこととなります具体的には 地域で開催されるイベントに参加しての pr 活動近隣大学や市内の幼稚園各学校での事前交流を進めてまいりました今回キャンプに参加した選手団は同機構に加盟の41の国と地域のうち26カ国120名で期間は 7月13日から19日の前半の7日間競技としては柔道競泳の選手が参加7月19日から25日の後半7日間は陸上競技の選手が参加またビーチバレーボールの選手が前半の途中からキャンプに合流したため合計3班体制となりました今回のキャンプで 最新新のの注意を払っていたのが新型コロナ対策です選手団の入国前及び入国時の陰性証明の取得宿泊場所と練習会場間の専用車両での移動滞在時の外出禁止毎日の PCR 検査の実施その他感染症対策として各施設に入退場の際の検温手指消毒 ID カードによる入管理を行っておりました私どもではこの3つの項目を総称してパンナムチェックと名付けておりましたちなみに我々担当するスタッフも各施設に入隊場する際には同様にパンナムチェックを受けておりましたこのキャンプの様子はお手元の資料のほかステージ上のスライドをご覧いただければと存じますが 練習会場として弊社施設のアリーナ立川立井においては柔道場、トレーニング施設マッサージエリアを設置しまた、中央大学様のご協力により陸上競技場やプールを使用しての練習その他、弊社敷地内の立井ビーチではビーチバレーボールの練習を行っておりました。選手たちの リラクゼーションスペースとして弊社施設のドーム立川立日ではダーツや卓球 e スポーツができるリフレッシュコーナーやカフェテリアを設置し選手がリラックスできるエリアとしましたまた今回立川ワシントンホテル様には宿泊場所そして弊社構内の食堂ではルーデンス立川ウェディングガーデン様に 選手団の食事を提供していただくなど多くの関係者の皆様のご協力によりキャンプを行うことができました次のスライドでは今回のプロジェクトの目的の一つである地域との交流についてご説明いたします今回のプロジェクトでは事前の準備段階からファンアメリカンスポーツ機構幹部の方による交流を行ってきておりましたが ここでは3つの具体的な例をもとに説明をさせていただきます。1つ目は応援機の作成です。立川市内の幼稚園、小中高等学校や近隣大学のご協力のもと、事前に応援機にメッセージを書いていただき、キャンプ期間中、選手たちの目に留まるよう施設内に掲出し、キャンプ終了後には、 選手団に贈呈したところ大変喜ばれておりましたその後選手団からはお礼としてメッセージを書いた旗が各学校に送られております二つ目は歓迎セレモニーです新型コロナウイルス感染拡大の影響で直接触れ合う交流イベントは実施できませんでしたが立川市内の幼稚園にご協力いただき 練習から戻ってくるる選手ををがお迎迎えする歓迎セレモニーを開催いたたししました当日はあいにくの雨だったため214人の園児たちにはバス8台の中から窓越しにお迎えしましたが園児の皆さんの旗を振っての歓迎に選手たちからは笑顔がこぼれ大変喜んでいる様子がうかがえました3つ目はオンライン交流です キャンプ期間中選手と市内の小学校6クラスや近隣大学の学生とのオンライン交流を行い画面越しではありましたが学生による立川市の紹介選手に対しては練習方法やモチベーション心の持ちよう等についての質問が寄せられ大変盛り上がりました参加した選手や学生は貴重な経験ができたのではないかと思います 地域との交流の紹介については以上です。今回のプロジェクトにあたり、ポスター、チラシを作成したほか、キャンプ前には子ども用のパンフレットを作成し、立川市内の小・中学校の全児童・生徒にお配りしました。キャンプ中には、メディアの方やプロジェクト実行委員会、立川市のほか、関係者の方々に対して、 各施設の紹介や選手の練習風景が見学できる見学会も実施いたしましたこのようなさまざまな広報活動によってメディアに取り上げていただき多くの方々に認知していただけではないかと思っております最後に今回の取り組みには実行委員会のほか関係者の方々に多大なるご協力をいただきました 関係各所の皆様に感謝するとともにキャンプに関わったすべての方の努力によって成功を収めることができたと強く感じております今回この場で私どもの取り組みをご説明できたことに感謝申し上げますパンナム交流プロジェクトについての説明は以上となります私たち立井ちグループは引き続きスポーツイベントの誘致やプロスポーツへの支援協賛を通じて 地域におけるスポーツ推進を図ってまいりますご清聴ありがとうございました